もう手早く行こう。よっしゃ。この前のリピーターということで。ありがとうございます。今日はたまたま偶然のあれなんですけど。そうす。見てくれました？見たんですよ。俺一番に見たんですよ。あ、マジチャンネル登録してからすぐ見て、一番最初に自分で高評価をしました。ありがとうございます。なんとね、ちょっと最近募金活動してるんですけど、ショートアニメーションで、ね、募金してくれたんですよ。なんちゅう優しい人かな、もう本当もうね、ありがとうございます。もうそれも含めてね、ちょっとやっていきましょう。よし、ございます。さっさっさっさ、今日なんかおかわりないですか？おかわり。いや、特にないと思います。特にないかな。うん、まあまあまあ、ちょっとやっていこう。はい。そうでね、この前のネタの話をネタの続きやったらね、ツイッターの方で、はい、大阪のね、門真さんにね、はい、そんな人いたんですよって言ったら、ね、相当嬉しがってましたよ。どうですか？本当、有名人気分になれたって言ったら、まさか大分でって。だからめっちゃあれ上がったんじゃないですか、タイペンブと。どうなんですかね。そう、それも絡みがあってか、見てくれた。いや、今日もう出会うと思わなかった。もうこの前通じてないですか？あー、でもね、違うことやろうか。肩甲骨もちょっとやった後に、はい、足とかなんかやって、あ、もう楽でしょって言った。まあこれやっとってもいい。かっこいいねみたいな言われんやったコメント欄で、かっこいいねって言ったんやったっすか、俺のこと。コメントされずにはあんまり取られてないですけどね。いや、そんなことないですよ。うちの従業員さんが大変見てくれているんですけどね。若い時で、よかったじゃないですか、自分と。なんかこういい感じの人で見てくれてるんで、とてもいい人やねって。これで高評価アップですね。彼女ぐらい作れてる。彼女作る秘訣って何でしょう？彼女別れていくぐらい？もう2年くらい経つです。あ、マジですか？はい。おせおせです。もう自分から言わしたらもう超おせおせです。どんぐらいいないですか？で、気になる人とかおらんですか？いないっす。いないっていうわけではないけど。はい。追っても何もならないです。奥手です。でも自分若い頃結構奥手やったな、やっぱ。あ、そうなの。うん、やっぱり、ね、でも25ぐらいあたりからもうなんか、はい、おせおせです。完璧に。もう逆転しました。だって後悔するもん。ある意味だ。彼女いないですね。え、むしろ結婚してます。そう。なんか言いよったやな。オッケー、じゃあちょっとね、左だけ行こう。もうカッターはね、この前。今日は足やろうかな。足。ここ、これは、ちょっと塗ります。これ乗っけてください。はい。いきますね。よし。バリエーションを、どういこう、こういこうか。いつもカメラワークで失敗するんですよね。こう来て、よし。今日初めてですか？今日初めて。30分前にぐらい来て、やっと。引っかかるときはめっちゃ引っかかるんですけどね。なかなかね、よし。はい、失礼します。今日はお仕事は今日休みだ、はい、土日休みです。いいじゃないですか、明日明後日遊ぶしか。そう。でも盆休みとかないですか？いや、ありますよ。マジで、はい、どっか行ったりするのか？どっか行こうとはしたんですけど、お金がお金の金欠の問題がある。一人暮らし？いや、実家。友達と暮らしてます。あ、マジですか？友達と3人暮らし。いや、でも視野いいっすよね、きっとね。喧嘩することもあるけど。ナイス。あ、マジで？あ、これ俺ダメだもん、マジで。視野は一回失敗したな、前昔の話。あるある。中津の方で一回あるかな。あれだ。中津に行ったんですか？一応中津いました。結構前の話ですけどね、20代の。中盤あたりで。え、そこで調理違ったんですか？いや、そちらの方は違う。一回だけちょっと工場勤務やってみたんですよ。開発ですか？何日今
ダイハツ。あ、マジですか。俺が置いた点では結構良かったもん、まあ、30万ぐらい回ってましたもんね。部署によって結構変わるんですけど、もらうとかそのぐらいの、まあ、残業あるけど、うん、いい時35万とか、うわーってよかった。で、あ、これでもいいなと思ったら、いろいろ、なんか、地震とかね、いろいろ、あの、経済的にも悪いので、はいはい、見通しがつかんことになって、このマッサージに入ったりとか。これが25ぐらいかな、25ぐらい。まあ、天地っちゃ天地なんですけど、はい、こうやってまして、はい、じゃあこうやってこのままね、はい、で、はい、こっちにこれ、血行促進とか、まあまあ血行促進だな、基本的には。冬場とかやったらすごい温まるんですけどね。これまあ基本的にオイルの技術なんかな。オイルっていうのはエステっぽいっていうかね、オイルマッサージのこの種類なんですけど、冬場とかでやったらすごいあるんですよ。この時はね、目立つ一人でおるとね、そうでもない。でもあと30分、20分ぐらいしか帰ろうかなと思って。足とかどうですか。そうでもない、使うことない、あんまり感じたことはないですけど、ないのかな。来る人は来るんですけどね、やっぱ使い方だな。サッカーなんですけど、あ、サッカー、サッカー、サッカー、いや、普通に、あ、普通にサッカー、体幹鍛えんけ。体幹やから、あ、どこやろ、腸腰筋とかかな、こういうところ、こういうところ、こういうところ、体幹鍛える筋肉、サッカーの選手ってここら辺ほら、お腹のこう筋肉ボコってやったんですよ。体幹鍛える、だけもうそういうトレーニングするとね、すごい上手にはなると思うんですけど、有名選手とかすごいですよ。はい、こうきまして、次何やろっかな。でも気になるとこあんまりないか。首しか自分、あ、そっか、クラス首よったな。そうそう、あ、首やりましょう。首いいですか。うん、ついでついで、何でもどうぞ。覚えられてなかったらどうしようかな。いや、やんなことないですよ。覚えて覚えてるんですけど、ニットボーってね、お店についてもいいよねなんて覚えてたんですけど、あれって髪型があれだよねって。今日帰ってきたんです、あっちの友達。ああ、そういうこと、そういうこと、はい、なんかなって、挨拶だけ行こうって思ったら、すいませんね、ついでに。ありがとうございます。暇なもんで。いや、本当は明日雨っぽいんですよ、なんか土曜日、夕方から雨からね、こういうともう先に来ようとかするから、ちょうど暇やったんで、今日これやりだして、結構普通に店舗とかお店に来てくれる人って増えたりします。意外とそうでもない。意外とそうでもない。みんな来る来るって言うけど、本当、いざ悪くなってからじゃないと来ないかな、なかなかね、やっぱり。どうしても日本人我慢体質なので、まあ、それでも結構マッサージ浸透した方なんですけどね。ぜひ来てください。その時はフルでやりますんで。はい、買いますよ、行きますよ、それもちろん。それもいいですよ、1年以内に。どうぞ。なんかあるんですか、1年。いや、そんなことないですよ。いや、制限つけとった方が来るかな。いつでもって言ったら、いつでもが2年後、3年後だろ。その前にこっち受ける子が多いかもしれない。こっちでただでやってもらえるけん、こっち行こうって。いや、でもね、やっぱね、ほんとマッサージって寝て受けた方がすごい気持ちいいですよ、ほんと。よし、ちょっと僕も始まったんだ。2時間ぐらい。あ、もう今日どっか行ったんすか。今から。あ、今からか。はい、さっきまで映画見とって。あ、なんかいいですね。はい、今から。え、何見たんすか。天気の子。
あ、どうでした？なんかね、君の名はちょっと良かったけん。あー、まあ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 。でも面白いには面白かった。面白い。うん、まあ良かった。なんか言っちゃうなけど、ね、うん、中学生向きみたいな。まあまあまあ。もともとそういった味ですからね。いや、自分見に行こうかなと思って、でもなかなか行く気はない。いや、でもね、話題作りのためにね、3時間付き合いますから。行きますよ、お願いします。これって猫背ですか？今の状態では、でもね、そうだな、猫背若干のかな。いや、でも姿勢はいい方ですよ。いざ寝てみるとね、すごいわかるんですけど、あの腰の状態とかね。でも肩甲骨もすごい柔らかいし、今のところ猫背要素はないですよ、ね、よかった、うん、まあ、見てみならば、首やな、首は人それぞれだからな、雨の日とかすごい悪くなりやすいんですけどね、それはどうですか？あれだ、あれだ、やっぱ血行不良によってね、こういった首なんか柔らかい人でも硬くはないんですけど、相当痛がる人いますね。結構神経が痛がるかな。だって筋肉は柔らかいんだけど、中のやっぱこう神経、ここを通ってやって、そういう人が痛むっていう、あの血行不良により、そういう人はいらっしゃいます。本当に携帯に過ぎなんですね。あ、そうなんですね。携帯です。自分左手が若干腱鞘炎なんですけど。あ、もうなくなっちゃった。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご機嫌ありがとうございました。またどうぞ。はい、ありがとうございました。